涙洗浄混合、涙洗浄混合、涙洗浄混合。さて、食事も終わり、一服をしたところで、続きを読んでいきたいと思います。織田本では最終節になります。秘蔵法訳の第10章最終章のさらに最終節という感じですね。天本は弘法大師空海全集第2巻宮坂優勝訳中および戸賀能将軍現代語の実感上織田自集実感上後説中川全教緩和大将実感上および角川ソフィア文庫の加藤純流加藤誠一訳中空海心の底を知る手引き秘蔵法訳こちらを参照しながら読んでまいります。ふう、今日はちょっと暖かですね。私はこれからお出かけなのでちょっとその時間、ちょっとだけ空きましたので読んできます。ではまずは宮坂本からいきます。原文問うすでに呪の言葉を聞きつ、まあこれ読むときは聞いつですね。問うその義を解け、現代語訳、お尋ねいたします。すでに詩の言葉を聞いた、その意味を解いていただきたい。一応ですねこの詩を読みましょう。菩提心を賛じて曰くというこの詩ですね。菩提心論、龍樹のですね菩提心論の一節ですが、もし人仏手を求めて菩提心に津立すれば、武も諸々の心に速やかに大覚の位を生ず。一応訳文を読みますと、菩提を求める心をたたえて言う、もし人仏の知恵を求めて菩提を求める心に津立すれば、父母より生まれた好みさながらに速やかに偉大なる各社の位を得る。これですね。それでは原文。孔と真言凶暴は一一の生じ、一一の言名、一一の釘、一一の上流、おのおの無辺の義をぐせり、孔を父とも偶人しがたし、また一一の字に三義をぐせり、いわゆる生じ実相なり、また二義をぐす、自相自義これなり、また一一の不等に戦略人費の二義をぐす、水事に断じがたし、もし字の実のごとくとかば、正気は疑いをいたし、棒を含んで定んで一千代無権の人となら難難。このゆえに王家の如来は必して断ぜず、伝来の菩薩は置いて論ぜず、心ここにあり。卒字、水字、水字ですね。陶水拳の水ですからね。卒字というふうに小田先生は読んでいらっしゃいましたね。それでは現代語訳、お答えしましょう。真言の答えは、ごめんなさい、教えは、一つ一つの言葉、一つ一つの名称、一つ一つの単語の意味。あ、滝いらっしゃい。一つ一つの文章がそれぞれ無辺の意味内容を持つ、功を経ても、極めて長い時間をですね経てもそれは極めがたい、また一つ一つの文字に三つの意味がある、いわゆる生字実相である。生字実相義ってこの話は散々しましたので置いときましょう。また二つの意味がある、自相自義というのがこれである。また一つ一つの単語などに戦略、まあ浅いものと人費、深い秘密のものとの二つの意味がある。だからこれは迂闊に解くことはできない。もしもその通りに解くならば、素質のないものは疑いを抱き非難する結果、きっと現世では仏となり得ず、死後には無間地獄に落ちるだろう。だから仮の姿で現れた仏は非して口にせず、教えを伝える菩薩はそのままにして解かないのもこのゆえである。お、佐藤さん、こんにちは。あれ、もしかしてサムネ変えました？サムネアイコン、お茶ありがとう。ですね、これね、私よく聞く話でね、難しいことを難しく
説明するなら誰でもできるじゃん、なんでもっと簡単に説明できないのさ、それが本当の頭のいいってことでしょうよ、みたいな話をですね、まあ、仏教の話をしているとね、よくよく聞きますよね。解説本が難しいとかなんとかとかってね。しかしこれなんですよね、簡単にざっくり言ってしまうと、まあ、ほぼざっくり訳いつもやってますけど、でもすごく誤解を招いてしまう場合があるので、やはりうかつにできないっていうことはあると思うんですよね。あ、佐藤さんやっぱり変えたんですね、アイコンもたまに変えようかな、うん、それいいですね、村上さんお茶ありがとう、チラリズムエアリズムみたいに言わないでください、ちょっとお待ちになってくださいね、ちょっとだけ見します。さてそれではですね、まあもうちょっと読みますか。原文、カルガゆえに金剛長行にとかく、このビルシャナ三魔寺の方は未完成のものに向かって一時をも説くことを得ざれ、無視本尊の義気真言なたとい同房の行者なりといえども、たやすく説くことを得ざれ、無視とかは厳然にはように当たり災いを招き、後には無見国に出せんと。現代語訳、だから金剛長行に説く、この大日如来の精神統一の法はまだ感情の秘義を受けない者に対しては一時をも説いてはならぬ。本尊の義気や真言はたとえ仲間の実践者であってもやすやすと説いてはならぬ。もし説けばすぐには若死にをし、災禍を、まあ、災いをですね招き、後には無限地獄に落ちるであろう、うんぬんと。原文、慎んで寛解を受けたまわぬ、あえて異をつせじ、重ねてこう、はじめの呪の門の辞説したまえ、ここ現代語訳ですが、おそらくこれはお尋ねしますという問いクエスチョンの方なんですよね。慎んで戒めを受けたまわりました、あえて違反しようとは思いません、重ねてお願いいたします、はじめの詩の文を解き示していただきたいなかなかいいですね、続き原文、九州重心無実証天人天明海世院といった、この肉は先の諸説の九州の神な皆至極の仏家にあらずと射す、九州といった異性帝王神ないし極無自性神、これなり中んづくはじめの一つは、いつはですかね、凡夫の一行行悪行不修未生前の悪、次のいつは人情を表し、次のいつは天情を表す、すなわちこれ下道なり下下界を糸い神正殿を願うて下脱を願行すれども、ついに地獄に出す。異常の三神な皆これ世間の神なり、未だ出世と名付けず。大師の唯運、以後は生涯を宇と名付く。出世の心の中に、心の中に、唯運、罰号はこれし、症状況。大縁、以後は大乗の神なり、大乗において先の二つは菩薩乗、後の二つは仏乗なり。格のごとくの上場事情に仏の名を売れども、後に望むれば家論となる。前前は皆不従なり、カルガゆえに無事象と名付く。午後はことごとく家にあらず、カルガゆえに海税院という。天伝相貌するに格格に人名なり、このゆえに人名という。真言密教発信説と一派。この一句は真言の教書を表す。極無実証異下の七つの教えは皆これ多樹有王家仏の諸説たり、真言密教両部の秘蔵はこれ発心大ビルシャナ如来と自賢族の四種発心と金剛崩壊宮及び、真言偶然等に従して自樹崩落のゆえに演説したもうところなり、十八手四季等にその門分妙なればことさらに上昇を引かず、秘密金剛最小心と一派、この一句は真言上京の、
諸条に超えて苦境真実なることを示すなり、秘蔵法官、秘蔵法訳歓迎、以上ですね。はい、佐藤さん、アイコンチェンジは良いですよ。そうですね、あのアイコンとね、あとはここの、お部屋のねサムネと、あと台ですね、ここの部屋のね台をねたまに変えるんですよ。たまに面白いフレーズをですね、皆様、リスナーの皆様から寄せられて受けるとですね、それにたまに変わったりしますからね、うち。うさぎデコフレームありがとうございます。さよちゃんいらっしゃい、うさぎちゃんかわいいよね。うさぎって寂しいと死ぬんですかね。さて、それでは現代語訳参ります。お答えしましょう。9種類の重心は自らの性質なくしてすべて深きに移り、絶えなるに移りゆくところの因原因であるという、まあ要するに、それぞれあのゴールでもあるんだけど、そこからさらに新たなスタートが始まる地点なんですね。9番目までは、で10番目が最終ゴールと。この肉は以前から説くところの九種の重心は皆究極の悟りではないとして否定をする。九種というのは異性低用心ないし極無自性心がこれである。そのうち初めの一つは波のものがひたすら悪しき行為をなして少しも善を収めないことを挙げる。次の一つは人間界の教えを明らかにし、次の一つは天上界の教えを表す。つまりこれは仏教以外のバラモン教などである。それは下界を厭うとともに天上界に生まれることを願って悟りを求めるが、結局地獄に落ちるのである。以上の3つの重心は皆、これは世間の心である、まだ出世間と名付けない。第4の唯運無我心以後は聖なる悟りと名付ける。出世間の心の中における唯運無我心と抜号因受心とは、これは正常の教え。大円大乗心以後は大乗の心である。大乗において、先の2つは菩薩乗、後の2つは仏乗である。こうしたそれぞれの教えは自らの教えに仏の名を得るが、後のものに望めば無益な議論となる。したがってそれぞれ先の重心は皆とどまらない。重するとどまるですね。だから自らの性質がないと名付ける。それぞれの後はことごとく悟りの果ではない。だから皆これ因と言う。だんだんと相望むに、それぞれ、前より後は人人にして微妙である。だから人妙深く耐えなるものであるという。真言密教法親切というこの一句は真言を教えるものを表す。極無自性心以外の7つの教えは皆これ他のものを享受させるため仮の姿をとって現れた仏の説くところである。真言密教の大日教金剛長行の領部の秘密像は、これは発心大日如来がその従者の四種発心とともに金剛のごとき真理の世界の宮殿および真言の宮殿に従して自ら真理の楽しみを享受するために説かれる。これは十八手四季などにその文が明らかにあるから、ことさらここで証明するために引用しない。秘密金剛最小心というこの一句は真言の教えが諸々の教えに超えて極致にして、至るところですね、極み至るところの極み、極致にして、真実であることを示すものである。秘蔵法訳歓迎というわけで終わりですね。それでは賭場のお坊に行きます。賭場のお盆第4節問答して義を述ぶ1学徒への寛解。問う、すでにこの重心の初めにおける儒の、儒というのはポエムですね、儒の言葉を聞くことを得た。願わくはその義を下脱せられたい。下脱じゃない、下説、解説ですね、せられたい。こう問う真言の凶暴は、いちいちの声にも、いちいちの言葉にも、いちいちの釘にも、いちいちの文にも、文
ていうのは成立、上立、上流か、読み方は不味にも、おのおのに無辺の訳を具しているから、いかに無限の時を費やすとも、たやすくこれを解き尽くすことはできない。またいちいちの文字には声と、字と、実相、すなわち誠との三つの訳があり、訳義ですね。また実相と字義との二つの義がある。さらにまたいちいちの句等にも、戦略、すなわち浅きと、人費、すなわち深きとの二義があるから軽々しく断ずることは難しい。もし、教養の少ないものに対して、その真実を説くとかえって疑いを生じ、素資料なし、定めて仏の差がなきものとなり、打獄の人、地獄に落ちる、打獄の人となる恐れがある。そこで、王家、すなわち現れの如来、すなわち釈尊が必死でこれを説かないのも、またその法を伝えたる菩薩人士が黙してこれを語らないのも、皆この理由によるのである。さればこそ金剛聴経には、この大日如来の三魔事、すなわち心まとめの方は、いまだ感情、すなわちみそぎを、感情と書いてみそぎと読ませるとかいいですね、これね。みそぎを受けない者に向かって一字をも解いてはならない。もしその本尊の、義気、すなわち務め方や、だから義気っていうのはやっぱ攻略本ですね。大日教書はどっちかというとガイドブックですね。もしその仏の義気、務め方や信言などについてはたとえ同法の行者であってもこれをたやすく説いてはならない。もしこれを説くと厳然には災いを招いて若死にし、死したる後には無間地獄に出するであろうと戒められている。以上は金剛聴経にはというふうに書いてあるんですが、正確に言うと金剛聴一時朝林の湯が一切辞書年次成仏義気、というところのお経に書いてある、お経というか義気ですね、ガイドブックじゃなくて、攻略本に書いてある、ところの文章の主意意味をこう取ってね、作った文ですね。次、括弧に呪文の下義問う真言の秘宝はたやすく徳べからずとの感慨は慎んで了承した、あえて背かないことを誓う、ついては第十重心の初めに挙げた呪文の用紙を切辞せられたい。なんか一回スルーされてまた重ねてこうお願いをしてる、ちょっとしつこいわと思うけれども、これがいいところですね。やっぱり教えてくれなくても1回じゃ諦めちゃダメですね。3回ぐらいはやっぱ聞いてもいいと思うんですね。4回5回となるとちょっとしつこいかなと思いますけどね。続き、ことう呪文における九種の重心は遠いにとどまらずして皆陰であるとは、従来時来たった九種の重心は皆至極の仏家、すなわち悟りではないことを示したものである。その九種とは異性低用心ないし極無自性心のことである。その中第一の異性低用心は凡夫、すなわち世の人がひたすらに悪行のみをこととし、少しの善をも処せない心である。第二の愚道自在心は人情で、第三の陽道無為心は天情である。その天情、天人の世界、神様ですね。天情とは下道の境にしてこの世を縁、嫌だと縁と言い、神の国天上に生まれんことを願い、下脱すなわち逃れを求むるけれども、家宝が突きぬればついには地獄に移るものである。これらの三重心は皆これ世の中の重心にして、重心にして未だ、出世権すなわち世を超えたるのそれではない。第四の悠々無我心から後の第六重心はいずれも出世権のそれにして消化、すなわち悟りを得たるものと名付けられる。その中悠々無我と抜毫陰樹との二重心は小乗経であり、第六大円大乗心以後は大乗経である。その大乗経の中にも第六と第七とは菩薩乗、すなわち菩薩の道にして、第八と第九とは仏乗、すなわち仏の道である。これらの重心はその遠いにおいてはおのずから悟りに到達し得たものとして、
おのおのに仏の名を立てているけれども、これを後々の重視に臨むればいずれも皆たわごととなる。これらの先々の前々のですね、重心はいずれもその当位にとどまらずして、後々の重心に移るがゆえに無事象、すなわち定めなきものと名付けるのである。後々の重心といっても、これらの全九種重心はこれを大重重心に対すれば、いずれも極下にあらざるがゆえに皆因、原因の因と言い、これを点々相申して先々の前々の重心に対比すれば、午後の、後々の重心はおのおのに皆絶えなるがゆえに人名と言ったのである。次に真言秘密の凶暴は発心大日如来の諸説とは、真言密教の教え主、教主、飼い主みたいな言い方してますけど、教主、教え主を表したものである。極無自称心以前の諸々の重心の数は皆これ多重有心、すなわち人を楽します仏、もしくは大化心、すなわち現れの仏の時たるものであるが、真言密教における大日経と金剛長経との両部体経は、発心すなわちありのままの仏たる大日如来が自己の内容としての眷属たる四種発心、すなわち四つの誠の仏とともに、金剛北海宮、すなわち徳光神への誠の宮、もしくは真言の宮殿、すなわち宮井に住して、己が楽しみのために、自受放落のためにですね、と時たもうものである。このことは十八手四季等に明らかに説いてあるから、ここにはその印象を略することにする。さらにそれは絶えなる金剛の経にして、いとも優れたる真実のものであるとは、秘密真言の金剛の教えが他の諸々の教えを超えて優れたものであり、究極の誠のものであることを示したものである。以上ですね。さて次がですね、小田本ですね。小田本もいっちゃいますかね。ちょっとだけミュートします。はい、それでは続き小田本行きましょう。秘蔵法訳歓迎講説第30第十重心その3小集文第24。問うすでに異樹の言葉を聞いつ、問うその義を解け。五等真言凶暴は、いちいちの生じ、いちいちの言名、いちいちの釘、いちいちの上流、おのおの無辺の義を伏せり、功を不とも、偶人しがたし、またいちいちの字に三義を伏せり、いわゆる生じ実相なり、また二義を伏す、自相自義これなり、またいちいちの空等に戦略人費の二義を伏す、卒時に断じがたし、もし実のごとくとかは、正気は疑いをいたし、そしりを、法を生じて定んで一千代無限の人となんぬ。このゆえに王家の如来は黙して断ぜず、伝法の菩薩たおいて論ぜず、心これにあり。かるがゆえに金剛長行にとかく、このビルシャナサンマジの方は、未完成のものに向かって一時をも解くことを得ざれ、もし本尊の義義真言な、たとい同房の行者なりといえども、たやすく解くことを得ざれ、もしとかば厳然には用にあたり王を招き、後には無権に出せんと、慎んで寛解を受けたまわんぬ、あえて意をつせず、重ねてこう、はじめの呪の門の自説したまえ。九種重心無事称、天人、天明、海贼院といっぱ、この肉は先の諸説の九種の真な、
皆、至極の仏家にあらずと謝す、苦主と一派、異性帝王信内し、極無事精進これなり。なかんずく、はじめの逸話凡夫の一行行、悪行、不修、未精善をあぐ、未精善のあぐ、次の逸話人情を表す、次の逸話天情を表す、すなわちこれ下道なり。下下界を糸い、神正殿を願うて、下節を願行、下脱を願行しぬれども、ついには地獄に出す。以上の三人な皆これ世間の神なり、今の出世と名付けず、内子の唯運以後は生姜をうと名付く、出世の神の中に、唯運抜号はこれ症状狂大炎、以後は大乗の神なり、内乗において先の二つ菩薩長、後の二つは仏乗なり、格のごとくの上乗事乗に、仏の名を売れども後に望むれば戯論となる。前前は皆不従なり、カルガゆえに無事症と名付く。午後はことごとく蚊にあらず、カルガゆえに改正院という。天伝相もするに、かくかく人名なり。このゆえに、人名という、真言密教発信説と一派。この一句は、真言の教主を表す。国務辞書、伊下の執教は皆これ、多重用、王家仏の諸説たり。真言密教領部の秘蔵は、これ、お信大ビル社な如来と事件族土の四種発信混合北海宮および真言宮殿等に従して自主崩落のゆえに演説したもうところなり、十八手の四季等にその分分明なればさらに症状を引かず秘密混合最小心と一派。この一句は真言状況の諸状に超えて愚教真実なることを示すなり、秘蔵法訳歓迎と、それでは赤文字がついていますが、もうちょっと読んでいきます。まず注解、語句の注釈ですね。後のに、後に仏乗、これが一道無一心と極無自性心を仏乗とする重々心論には、言仏乗という、今もその意であろう。次に意外七教というのですが、異界、いろいろな解釈があるようですが、第二重心から第八重心までを七教とし、これに極無自性心を加えた、八重心の数が皆、多自由王家心の説であるとする以下と。次に十八手四季と、金剛朝湯が十八手四季、これ副訳に金剛朝第三下等の摂書に北海宮殿を挙げ、第九下の摂書に真言宮殿を出していることを示す。等などというのは大日経を踏襲するか。それでは講義参ります。この章は等重心を説く最初に挙げた十二句の呪文について、その真偽を深い意味を説くために設けた問答である。古い注釈書の中にはこの章をルズー文と見ているものもあるが、これは良くない。当初はルズー文を家具と見た方が良い。この章は二節からなっている。一つは真言密教主学の用心についての寛解、二つには正しく呪文の中の初め四句の解説である。すなわち後等真言教坊以下は寛解の門、慎んで受けたまわんぬ、以下は、呪文を釈している。等重心の行僧を説くにつき、本書は初めに十二句の下旬をもって僧用修養を述べ、さらに諸教論を印象してその義書を明らかにしているが、下旬は文が簡単であり要約しているから初心者には理解しにくい点もある。そうなんですよね。だからまあさっき言ったようにコンパクトにザクッとやると、分かってる人には非常におこれしかないみたいなね、お分かる分かるみたいなのがあるんだけど、逆にその、不親切になったりすることもあるし、あるいはあの
逆に難しい、あるいは誤解を招く、いろいろ問題はあるわけですが、さて続き。故に今呪文の義旨を明らかにするために問答の形式をとって釈しているのである。まあ、この Q&A にしてね、分かりやすくするっていうのはなかなか今も現在に通ずるものですね。私も何か解説するときはこういうふうにわざと原稿を作ったりしますね。初めの寛解の門は真言密教は仁甚な凶暴であり、一時に多くの義を含んでいて容易に解き難いこと、いちいちの字に微妙な発想を具していることを説き、兼業の教主や、諸宗の人士は密教を説かないことを明かし、その証拠として一時長林の念珠議議の首位の門を述べて戒めている。この中、初めに密教が容易に解き難いことを示す門は、およそ真言法教は相似非相の教体であるから、いちいちの小事にもいちいちの言明にもいちいちの区議上流にも成立にも無尽の義を具足している。長い年月をかけても容易に極め尽くすことは困難であるという意味である。小事とは、声は人々の音声で、あ、い等の音韻を指し、この音韻を形に示したものが字である。言明上流とは、一字を言と言い、二字を明と言い、他字を上流という。上流はあるいは句と名付ける。これらのことは大日教書第7雲字義小字実相義等に釈している。次に、いちいちの字に微妙の発想を具することを明かす門には、いちいちの文字に小と字と実相との詐欺があり、あるいは自相と自義との二義があり、またいちいちの句や言明等に戦略と人費との二義があることを示している。小字実相のことは小字実相義に詳しく説く。小字は能線につき、実相は諸線について説くことである。高祖は法華経解題に、梵字を釈ずるに16原文があると説いている。16原文とは、謝条標徳、戦略人費、自相自義、一字摂多、他字起逸、一字釈多、他字釈逸、一字上多、他字上逸、一字破多、他字破逸、循環宣伝、逆環宣伝である。したがって真言教には、一字の文字、一字の句義を釈するにも種々の発想があるが、今はしばらくこの中の自相自義と戦略人費等を挙げたのである。自相自義とは文字の外面的な句義釈とその内面的な自義釈等を言う。自相釈は堅牢な、一通りの堅牢、あらわなですね。一通りの釈で船舶な義を説き、自義釈はいちいちの字の持っている秘密な奥深い意義を釈するを言う。例えば、アジに、無、不、非の三義があると釈するのは、自相釈で、う、空、不生の三義があると説くは自義釈である。また、馬耳は言説の義とは、義というのは自相釈、言説不可得と釈するは自義釈である。また、この自相と自義等をもって直ちに顕密二教の分解とすることがある。梵網経解題に、自相即顕自義即非 ちょっと待って、自相即顕自義即非というは、この意を、明かす。厳密な意味では、自相自義に四重の秘釈を設けることができる。衛義の回想記第10にこれを詳しく述べている。衛義もしくは敬義ですね。次に、戦略人費とは小字の自相自義に通ずる名である。戦略は浅い一応の義、人費は深い秘密の義を言う。しかも人費の中にもまた先陣を明かすことができて重々である。また、単に、文字句義について説くのみではなく、広く教理などについても戦略人費の名を用いることができる。
若如実拙者正気、智義、もし実のごとく説く者は正気疑いをいたす等の文は、真言凶暴は人事微妙であるから兼業相応の正気に対して、もし如実の義を説けばかえって疑念を生じて非謀の罪を起こさせ、定めし一千代、サンスクリット一チャンティカ、断禅根、禅根を立っていると、まあ、仏になる根っこがない人のそういう人となって無限地獄に落ちて苦を受けさせるであろうという意を述べている。密教は人人な教えだから正気の者には難信、まあ、信じがたい方である。故に兼業の教師であるところの大化身や多重友人はこれを必して解かず兼業を公伝した少女は密義を解いていない。本文の、この故に王家等はこの意を述べたのである。金剛朝教説等の文は一時朝林の自書記の、周囲の文である。記には、この凶暴の中において一時をも未感情の者にも向かって説くべからず、本尊諸凶暴は本受法の死を除いてはたとい諸々の同業の人と人なりともまたために説くことを得ず、たといすでに成就をうとわずかにとかはすなわち散逸し、現に目のあたりに諸々の王家を招き用にあたって地獄に出せん。このゆえに常にこの三魔や権を守護せよ、諸仏ともに演説し衆生皆保持す王学、異をつするなかれとある。真言密教は軽々しく解いてはならぬことを深く戒めている。金に寛解以下の門は紙の寛解を厳守することを誓いかつ重ねて呪文の用紙を解くことを請う文章である。運駆手以下この、章に、招きに章じゃない恋に応じて、解くところの当尺である。呪の駆手重心無事章天人天界全員の肉は従来解き終わった衣装帝王神から極無事象神に至る駆手重心は皆至極の仏家ではない。第一重心は一向に悪行のみこととして微塵ばかりの善行をもなさない凡夫である。次の、愚道自在心は人情の分在、第三の陽道無意心は天上である。天上は下道の教教えであって下界を厭い上天に神天に、生まれる上天に生ずることを願うこと甚だしく下脱を願っているが下報が尽きるとついに地獄に落ち苦果を招く。故に第一から第三重心までは世間の神本で出世の神本とは名付けられない。第四幽遊無我心以後は出世権の神本である。その中第四重心と第五抜合因受心とは小乗経、第六大円大乗心以後は大乗経である。この中第六重心と第七各心不生心とは菩薩乗、第八一乗 無意心と第九極無自性心とは権仏教である、ごめんなさい権仏乗である。等の重心は皆それぞれの重心の等位にあっては自ら小、悟りを得たと思っているがこれを後々の状況に、対比すれば皆ケロンとなる。前々の前々の重心は五位、後の位に移るべき分際であるから無自性である。故に呪文に駆手重心無自性という。また、前苦重心はこれを大重重心に対すれば至極の家でないから海税院皆これ院と説く。しかも、各重心を相互に望め合わせてみれば全重心に対しては皆人名であるから、天人天名という。すなわち呪文の
九州重心無事称天神天明改善院というのは、県社別、まあ、県じゃない州社別、縦の社別について述べたので、説いたので王明道門の義を明かしたのではない。儒の真言密教発信説とは真言密教の教主を明かす句である。重重心の訪問は大日発信の説であるが、しばらく、県密合論による重重心につき諸説の主義に訳して言えば極無自称心等の、諸重心多重有変化心の説法。真言密教は理智二発心の説法である。真言教の金剛界大蔵法の領部理智の、秘密像は法身大日如来が自眷属の少女と共に自受崩落のための説法で、金剛長行は地法身の如来が、真言宮殿等に住して説き、大日教は理法身の如来が金剛北海宮に住して説く法門である。儒の秘密金剛最小心というのは真言状況が他の諸状を超えた、最小苦境真実な教えであることを示している。本文に第5句以下の呪文を釈せないことは、御祖上人等の仁義は、深い教えはですね、たやすく説くべきでことではないからことさらに省略せられたものである。秘蔵法訳歓迎講説終わる。というわけで、ちょっとミュート。はい、戻りました。それではですね、あと残りは中川テキストの素読なのですが、あと15分ほどしか私に残された時間はないのですね。第10節、第10章ですね、すべて読むことは今の時間にはできませんので、帰ってきてからですね、第10章を通して素読をしてですね、それから、解説のようなものがありましたらそれを読んで、織田本じゃなくて戸賀のお盆の解説がまだ読んでいないかと思いますので、それを読んで秘蔵法訳終わりと。よかった、10月中には終わらなかったけどね、なんとかまあ終わりそうですね。で終わったらですね、まあ実感上は終わり。まあ織田本とかね、かなり初めのあたりはかなり適当に読んでたのと、適当に引用しかしてなくて全体読んでなかったりしたんですけどね、あとはその方針も定まっていなかったので、もう行き当たりばったり読んでましたけどね、いろいろその5冊ぐらいの本をこう並行して読んでいくときにどの本を基準にして読んでいくかっていうのが、まあ1冊だけ適当に選んでですね基準にすればいいんだろうと思ってたんだけど、まあそういう簡単じゃなかったですね。まあ方針が定まった頃に終わってしまうというのはね、まあ、いつものことですけれども、あとはそうですね、平川明著作集の、まあところ、戒律のあたりを読んでいますが、私といたしましては本をね、図書館から借りてきている食に本義、こちらの方を先に読みたいと思いますので、明日は一日お休みなので明日はがっつり食に本義を読んでいけたらと思います。今日は夕方はこれで終わりでですね、あとは帰ってきてから残り秘蔵法訳を終わらせたいと思います。ナムダシ返上金剛、ナムダシ返上金剛、ナムダシ返上金剛。以上秘蔵法訳10章の5回目終わります。それではまた後ほど。オンバイタレイヤースワカ、ごきげんよう。